吉野山は奈良県の中央部吉野郡吉野町にある吉野川南岸から大峰山脈へ都南北に続く約 8km に及ぶお根続きの山陵の総称、または金峰山寺を中心とした社地が点在する地域の広域地名である。古くから花の名所として知られており、その中でも特に桜は有名で、かつては豊富秀吉が花見に来たことがある。 現代でも桜が咲く季節になると、花見の観光客で賑わう。地域ごとに、下千本、中千本、上千本、奥千本と呼ばれている。1924年12月には、国の名称、史跡に指定され、1936年2月には、吉野熊野国立公園に指定された。また2004年7月には、吉野山、 高野山から熊野にかけての霊場と山景道が、木遺産地の霊場と山景道として、ユネスコの世界遺産に登録された。1990年には日本桜名所100選に選定された、開花時期の景観、山上から金峰山寺方面吉野山は、平安時代頃から桜が植え続けられてきた。特に桜が、 数多く集まるところがあり、いずれも一目千本と呼ばれ、山下の北から山上の南へと順に、下千本、中千本、上千本、奥千本と呼ばれている。植えられている桜の種類は、ほとんどが白山桜であり、その数は約三万本にも及ぶという。これらの桜は、4月初旬から末にかけて、山下の元千本から順に山上へと開花していく。 この時期の吉野山は花見客で大変賑わう。かつては高城山から金峰神社にかけても数多くの王女があり名所であったというが現在は自然災害や戦前の一時期に杉ヒの木への配置植林を行ったため高城山や苔、清水、西行庵付近にわずかに残る桜の林以外は杉ヒノキの林に変わっている。 金婦神社参道の,道の坂道の両側の桜は2010年頃に、それまでの木を伐採して植え替えられたもので、すでに花を咲かせるようになっている。苔、清水、西行庵付近が、従来億千本で最も大規模なの桜の林で、あったが、それでも桜の木は百本以下であった。周辺は杉林であったが2015年頃から、伐採して、代わりに桜が千本植えられたため、将来は、 名実ともに、奥千本となる。吉野山に桜が多いのは、桜が、蔵王権限の神木であるとされたことによる。主験道の開祖とされる炎のお津は、金峰山で修行を積み、その結果、金剛蔵王菩薩が出現して、これを監督し倉王権玄像を彫ったとされる。その時に用いられた木材が王子であった。以降、教者たちは桜材を使い権限を彫刻し、 これを祀る習わしとなった。これより、桜は、神木となり、桜の枯れ木といえども焚木にさえせず、一種折る者は指一本を切るといったような、厳しい信仰が厳守されたという。そのため、座を権限に祈願する際には、神木とされる桜の苗を寄進するのが、最善の供養となる風習が起こり、平安時代の頃から、多くの桜が植えられるようになった。また、 大天王子が、吉野の冠中で、庭の桜が満開の夢を見て、これが動機となって天下を定めたので、桜は霊木であり、神木であるとされ、桜の愛護が始まったとも伝えられる。吉野さんは、大峰山を経て、熊野山山へ続く、山岳霊城、修行道大峰翼崖道の北端にあたる。七世紀に活躍した呪術者、縁の大ずは、桂木山。 大峰山で修行を重ね、金峰山で、金剛蔵王大権現を監督し、この地に蔵王権現を本尊とする、金峰山寺や修行道である、大峰奥掛道を開いたとされる。大峰奥掛道は、南端の熊野を発して、吉野に至るのを順部と言い,い、北端の吉野から熊野に至るのを逆部と呼んだ。途中には、神仏が宿るとされる廃所、行場が設けられ、これらはなびき、 古くは宿と呼ばれ、多い時は120宿があったというが、近世に75のなびきとなった。そのうち吉野さんは6つのなびきの範囲となる。愛禅宿より南は女人結界であったが、現在の大峰岡崖道の女人結界は古番席に移されている。なお、付近に現在も女人結界跡として残る。この時、大天王子が吉野について読んだ歌。 良き人の良しとよく見て、良しといいし、良しのよく見よ、良き人よく見つは有名。後に、東花坊が南朝の悲しい歴史に思いを寄せて、箇所よりも群書に、悲し良しの山と読んだ。秋の良しの山山中に咲く桜良しの山が、現在のような桜のイメージで知られるようになったのは、平安時代後期あたりからと考えられている。それまでは、 春の訪れが遅く雪深いイメージが強く、古今和歌集において、木ともの、三吉野の山辺に避ける大か雪かとの溝は山たれけると、読まれているのが桜についての初見ではあるが、この頃はまだ、百人一首にも選出されている、坂上これのりの、朝、おらけ、有明の月と見るまでに、吉野の里に触れる白雪に代表される雪の歌が、優勢であった。 平安期に主験道が発達するにつれ、海祖である江ノオズヌの奉じた座王権ゴの神木として、桜が尊重されたことから、吉野山の桜が徐々に名を上げ、新古今和歌集の時代になると、桜と雪はすっかり立場が逆転してしまっていた。新古今集の代表的歌人で、吉野山こぞのしおりの道かへて、まだ見ぬ方の花を尋ねむと歌った、西行も、 吉野をたびたび訪れ多くの集歌を残した。山上には、西行案の跡もある。江戸時代に初演された、人形浄瑠璃、歌舞伎の、吉常千本桜は、大当たりとなった。劇中の書作時、道行初音旅は、単独でこれを上演する際には、吉野山と、通称する。本来は、義打遊説だが、時和説、不本説、清本説に書き直された作品もある。 三吉野の,の山の白雪踏み分けて、入り西人の音ずれもせぬ。ここも赤州冬、三豚田,田峰吉野山峰の白雪踏み分けて、入り西人の後ぞ。恋識的である頼朝を前にして、吉常との別離を聖御前が歌ったもの。吉野山の峰の白雪を踏み分けて、姿を隠していった、あの人の後が恋しい。上の三豚田,田峰の歌を元歌とする。1900年に作詞された。 鉄道昇華第五週関西、三宮、南海編では、三番にわたって、吉野山が歌い込まれた。高野山、和歌山と共に、作者の歴史、継承好みが影響しているものと見られている。四十六、再び渡る木の川の水上と奥雲ならで建てるは、花の吉野山見て訓物を春るならば四十七、哀れしばらくは、南朝の仮の皇居となりにけり、 吉水院の月の影曇るか今も夜な夜な四48、夕べ悲しきフクロウの声よりなおも身にしむは、如意林堂の宝蔵に残る、矢尻の文字の後吉野山には中数軒の旅館、民宿そして宿坊もある。中には、温泉を有する宿もあり、花見客や主剣道の山伏などが多く利用する。吉野温泉を参照吉野山の道路は狭く急な、坂道が多く、 また山上には駐車できるスペースが少ない。そのため下千本地域の吉野山観光駐車場、または中千本地域の如意林寺駐車場から徒歩の方が都合が良い場合もある。この二つの駐車場は桜のシーズン以外は無料。その他の中心部の民営駐車場はほとんどが通年有料。下千本駐車場から金峰山寺、 座王堂へは、徒歩約15分におり駐車場から、金プ山寺、ザ王堂へは、徒歩約30分桜のシーズン中、編集、ありがとうございます。